e g 1 3 5はシックウェストの発売していたリムルバブルディスク。正式には e g 1 3 5ドライブだがシックウェストの旧来の製品は SQ327 等のようにアルファベット2つ、数字3つの小文字で呼ばれていたことが多かったため、それに合わせて e g 1 3 5と呼んだり、ただ単に e g ドライブと呼ばれることが多かった。 後継製品であるイスフライヤーには上位互換性があり e g s y 1 3 5のディスクがそのまま読み書きできる。シックウェストはハードディスクのディスク部をカートリッジに収めディスク部を着脱可能にしたリムーバブルハードディスクと呼ばれる製品の大手ベンダーであり e g s y 1 3 5も同機構を採用している。リムーバブルハードディスクは一般的なデータ保存方法が フロッピーしかなかった当時、メガバイト単位のデータが保存できる製品で、米国では、コンピュータ環境の入れ替えやバックアップ、大量のデータの対抗場として発売したのが、当製品である。同社製品である SQ327 のディスク片面のみを利用することで、コストダウンを図り、ZIP と同価格帯の製品とした。しかし結果として、ZIP との販売競争に勝つことができず、 さらなる対抗製品として、上位互換性のあるイスフライヤーへ移行した。なお、SQ327 とは、互換性がない。同じく、リムーバブルハードディスクベンダーで、シックウェスト互換ディスクの発売もしていた、のまい社と PDC に買収した。シックウェストのサイトではその後しばらくの間、通販で、サポート、メディアの販売のみ行われていた。 米国 EG135 ディスクドライブ外箱に印刷されていた文句。ZIP ドライブをライバルとしていたことがよくわかる。下産業は、2タイムズファスター35%モアキャパシティ、トゥワイスザ・ボレンティーと記載してある米国で発売された外箱には対抗商品であるアイオメガの ZIP ドライブに対するセールスポイントが記載されていた。ありがとうございます。